はい、皆さんこんにちは。11月はもう本当に間近になりましたけれども、10月に入りまして、もう恒例のですね、秋のパーティーのシーズンになりました。私はですね、もうこの2週間ぐらいの間に確か7つぐらいの、パーティー、そしてギャラリーに参加しました。そのうちのいくつかを紹介したいと思います。 Come with me, let's talk about New York. ね、ニューヨーク、今のもう10月の末でなんですね。ですけどね、なんかあったかいんですよ。ちょっと本当に異常気象で、皆さんにですね、ちょっとセントラルパークの様子をちょっと見せますけど、普段でしたらね、もう木なんか全然落ちてしまってる時期なんですよ、ニューヨークは。ですけどね、まだ紅葉もね始まってないっていうか、ちょっと変だなっていう感じなんですね。そして、なおかつだんだんとですね、このニューヨークのフィフスアベニュー、いろいろこうクリスマスのですね、ディスプレイの用意を皆さんしてるんですけれども、その中で、目立つのがこのトランプタワーの警察そして、このルイ・ヴィトンのビルディングですね。これルイ・ヴィトンのビルディングって全部がルイ・ヴィトンではないんですけれども、ビルディングをですね、ルイ・ヴィトンの模様に変えてしまってるっていう、もうまるでですね、トランク、ちょうどね、ビルディングがね、トランクみたいになってるんですよ。今一生懸命飾り付けを始めてる途中なんですけども、ちょっと皆さん見てください。ということで、すごいですよね。本当にもうね、このどのくらいのお金をかけてるんでしょうか。ということで、私もいろんなギャラに来ましたけども、ニューヨークのギャラはだいたい今ティケットですね、まあシートなんですけども、あのシートが1枚だいたい1500ドルからですね、だいたい1500ドル、2000ドル、2000ドル前後っていうのが今の相場です。そして、そこのパーティーというのは、まずはカクテルがありまして、これは全部同じなんですけども、そして、その後には、ディナーがあります。そしてディナーの後はほとんど必ずって言っていいほどの、ダンスをする、順番になったんですね。カクテル、セリングで、ディナーを食べて、その後は、ミュージックが入ってダンスっていうところでですね、このギャラパーティーというのは進行されます。はい、コメさんが来ましたかね、今回はですね、コメちゃんね、コメちゃん いろいろ連れてきましたけど、このギャラパーティーはちょっと衣装がないので連れて行くことができませんでした。コメちゃんはカクテルドレスがありません、残念ながらですね、ここではですね、全部アタイヤが決まってて、どういうスタイルで行かなきゃいけないかっていうのが決まってるので、カクテルドレス王は、イブニングドレスということになってます。まあ、大変なのはですね、毎年毎年、まあ、こういう恒例の、まあ、こういうパーティーに、まあ、出るということの一番のヘデックはやはり、ドレス、衣装なんですけども、毎年毎年、まあ、2着から3着ぐらい作らないとちょっと間に合わないので、で皆さんにですね、よくね、着なくなったドレスどうするのかっていうふうに聞かれるんですけど、まあその都度全部破棄するわけではなくて、まあ、私の場合はですね、体型が変わらなければですよ、4、5年ですね、まあ、置いて皆さんが忘れた頃にもう一度着るとか、例えばちょっともうアクセサリーを変えるとかしないと、本当にこのドレスだけでもうクローゼットがいっぱいになってしまうので、まあ、その辺のところはですね、いろいろと工夫して、ドレスを着ております。と言ってもやはりね、やっぱり年に2、3着は作らなきゃいけないんですよね。これからカーネギーホールの、ギャラディナーに行ってきます。今ですね、皆さん、そうそう、この会場は前になりました。このカーネギーホール、日本のいろんな有名な、エンターテイナーの人が
ここで絶対したいという大ホールのカーネギーホールです。ほとんど の, あのギャラのディナーっていうのはファンドレイジングですね。で、まあ、カーネギーホールでやったギャラは、まあ、カーネギーホールのためにいろいろファンドレイズして、もっと例えばカーネギーホールがもっといろいろとこう、まあ、設備投資ですとかそういうところのための、ギャラですから、あの時はですね、もうあの有名なあのピアニスト、世界的な有名なピアニストのランランさんがお弾きになられて、まずはその、カーネギーホールでコンサートを聴いた後に、場所を移って、そこでまたカクテル、そしてディナー、そしてダンスということに行われました。このプラザホテルのパーティーはですね、去年の確か YouTube でも紹介したと思いますけれども、これはブロンクスとかあのハーレムにいる子どもたちを、まあ、教育にお金を出したりとか、まあ、あの食事とかね、そういうところに、まあ、提供する、まあ、食事っていうよりもどちらかというとそういうあの教育とかそういうところにヘルプしましょうという、そういうボランティアグループで、これも長い間、ずっと同じ方がですね、長くこのボランティアをやってらっしゃる、ギャラなんですけども、本当にですね、何十年も続いていてもこうやって人を集められるってやっぱり素晴らしいことだと思いますね。それですね、実はですね、ハプニングありました。そのハプニングっていうのはですね、着ていく予定のドレスがその日になって入らないということが分かって、もうね、これはねちょっと最悪なんですけども、これはねパーティー太りの一つだと思うんですよ。もうね、他いいんですけどね、ウエストのところが全然入らなくて、グッグッって言って入らないんで、もうこれはもう時間がなくなっちゃって、じゃあ他のを着ていけばいいということなんですけど、他のものじゃなくて、他のも予定があったので、ですからこれがないからどうしましょうということになって、早急にですね、着ていったドレスがあるんですけど、これはロングドレスの人が多い中で、私だけがですねミニスカートを履いていた、まあ、あのちょっと格好が悪いという、まあ、そういうハプニングもありました。ニューヨークソサイティダイアリーっていうですね、ニューヨークのソサイティを紹介する、雑誌があるんですけども、そこでも、まあ、出ましたけれども、そのウェブサイトに私だけが短いの入ってます。で、私の友達のですねマリベルがね、あの普通はね、あなたねパーティーに行くときは前の日ぐらいとかにちゃんと着てみて、そしてちゃんと合わせてから行くもんだって言うんですけど、こちらはなんかもうなんか時間がなかったのか、もうまさかこうジッパーが上がらないなんていうのはありえないと思ったんですけど、ありえるんですよ。ありえるんです。本当にあのそういうことがありますので、皆さんどっかにねお出かけするときはですね、前もって着ていくことで試して着ることをおすすめいたします。で、そして、靴のミュージアム、これも確かあの去年、紹介したと思いますけれども、今年は、チャーチでやりましたよ。あの教会、もうアメリカびっくりですよね。チャーチが、パーティー会場に変わるわけですから、このチャーチやっぱりあの天井がね高いところでないとなかなかパーティーのこの豪華さっていうのが出ないので、ホテルのですね、あのよく言うこうね、バンケットルームの場合よりもやっぱり天井が高い方が、まあ、ゴージャスな感じがしますよね。ですけど、まあ、ホテルの中でも天井を高く作っている、昔からのあのホテルは天井が高く作ってありますので、そういうところのあのパーティー会場っていうのは素晴らしい演出がされていると思います。まあ、面白いところのパーティーで言いますと、あのまあ日本、あのアメリカではですね、こうマイアミとかテキサスっていうのはトランプ派が多いんですね。で、これはあの、まあ、民主党っていうのと共和党っていうのがありますけど、民主党っていうのは、デモクラティックって言いまして、共和党っていうのはリパブリカンって言うんですけども、このマイアミとこのテキサスって非常に強い、リパブリカンなんですが、
そこでですね、まあ、テキサスって言えばカーボーイなんで、で皆さんですね、このカーボーイの格好をしてパーティーをして、そして、みんなでダンス踊りながらトランプ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 イエイイエイみたいなね、そういうパーティーがあったりとかですね。あと、エンジェルボールというのがあるんですけれども、これはこのニューヨークの、ソサイティのパーティーの中でも本当にたくさんの人が、集まるパーティーで、とにかくびっくりしたのは、なんと言ってもこのオークション。オークションって普通ね、何十万とか、まあ、高くても何百万だと思うんですけども、このエンジェルボードのオークションは2000万とか2500万とか、1000万以上のですね、そういうオークションがどんどん出まして、それをどんどん皆さんね落としていくんですね。で、だいたい100万円のぐらいのものでスタートしたのが、だいたい500万円ぐらいになったりとか、まあね、そのニューヨークっていうのはすごい気合があると思います。の本当にですね、まあ、すごいまあ、このオークションは活気がありまして、で本当に考えられないような価格で皆さんバンバン落としていくので、まあ、本当に私もびっくりですよ。まあ、比較的ですね、まあ、今回私黒いのを着てたんですけど、やっぱり、ね、あんまり良くなかったなと思いました。いつもね結構赤とかね着てたんですけど、今回はねちょっと黒めのドレスにしたんですが、やっぱりこういうパーティーの時はやっぱりキラキラ感があるねものを、つけてた方が、いいかなっていうふうに思いましたね。